ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。先日初期アンパンマンガチャガチャガシャポンの方を紹介させていただきましたが、今日ね掃除してたら出てきました、いっぱいですので、改めてパート2をやりたいと思います。やっぱり子供に人気ですからね。バンダイでもいろんなガシャポン出てますね。これはアンパンマンベストと言いながら、アンパンマンボールね。うん。そうか。これお家にいっぱいあるんですか？くっつくんです。8。そしてその次が、なぜか27というね。はい。磁石になってるやつね、キャラクターが。そして他にも、このようにアンパンマントレインとかですね。そして、こちら。森のアンパンマン。木でできたね、アンパンマンのおもちゃ。チキチキアンパンマンっていうね、手とか足が動くキャラクターのガシャポン。まあとにかくアバター出てますが、今回ご紹介するのは、放送始まりました1988年、その翌年の1989年に出たガシャポンです。ご覧ください、どうぞ。まずはレアですよ。これ一番最初のそれいけアンパンマンの塩ビ人形の台紙ディスプレイです。1989年、メイドインジャパン、バンダイって書いてますもんね。一つのカプセルには塩ビ人形が2個入っています。全部で20種類。そしてビョーンと飛んで、それがアンパンマンパート6。パート6って6なんですけどもね。1991年のガシャポン。結構前のですよね。今回発見したのが、こちらです。ね、初期のアンパンマンは吸盤がついてまして。ね、まだくっつきますよ。今から飛び立つよっていうアンパンマンと、あとはこう飛び降りてきた感じのアンパンマンですかね。はい、ちゃんと後ろにはきちっとね、バンダイの丸シート、柳瀬隆さんの柳瀬っていう文字が入ってます。いや、光ってますね、アンパンマン。食パンマン。そして今回発見したのはこのニコニコ食パンマン。ちょっとこの笑顔怖いですけどね。後ろもちゃんとやなせって書いてます。このボコボコが気になりますけどもね。当時のいい雰囲気出てますよ。前回紹介したカレーパンマンがこちら。そして今回発見したのが今から飛び立つよっていうカレーパンマンです。えい、いいですね。ビヨヨヨン。でこちらが前回紹介したジャムおじさん。今回はですね、こちらキッチンスタイルのジャムおじさんと、あと両手をですね腰に当てているジャムおじさん。こちらの吸盤なしはね、色違いも発見されましたんで紹介いたします。後ろを見てみましょうかね。このエプロンの紐の部分もかなり細かいところの造形がちょっと一緒なんで面白いですよね。前回紹介したドキンチャンスで今回は色違い、アンパンマンパート1からリンゴちゃんと豚まんまん。豚まんまんですよ。普通の豚っぽいですけどね、豚まんまん。今リンゴちゃんっていうモノマネタレントはおりますけども、リンゴちゃんはーいって感じでね、登場です。そしてパート4に登場のこちらミルク坊や、ミルク赤ちゃんマンにね、ミルクを供給するときに登場するんだよね、確か。こちらがね、雷の子供らしくて、雷ピカタンっていうキャラクターなんですね。これ100円のガシャポンですからね。フルカラー指人形ですね、アンパンマンのね。ちょっとバンダイ1989って書いてますね。はい、初期アンパンマンの指人形です。結構レアじゃないですかこれ、ね、でミニブックにはですね、アンパンマンのミニシールも入ってましたね。こちらも1989っていうのが確認できますけどもね。アンパンマンちゃんと後ろにもね、急げアンパンマン、高い空もひとっ飛び、どっからでも困っている人たちを助けに来てくれるよっていう ね、食パンマンとかね、はい、飛んでる食パンマン、カレーパンマン、ジャムおじさん、天丼マン、いいですね、バイキンマンドキンちゃん、ドキンちゃん見てみますか、女の子のバイキン、伸び縮み屋、
伸び縮みやりと、あ、女の子のバイキン伸び縮みやりという不思議な槍を持っています。あ、槍の説明なんですねちょっとバイキンも見たくなったな。バイキンも、イエーイ決まってるぜ、みんな俺様を見ると逃げてくぜとカッコつけてる。変にどは出な、あ、変に飲みにくいわ。変にド派手なバイキンマン、ね、ド派手なバイキン、難しいですね。これはね、カプセルトイではないのかもしれないですけどね、なんかのおもちゃの、はい、おまけかもしれませんけども、これもちょっと珍しいんでね、うん、これ20円ガチャよりもちょっと小さいカプセルで、ね、プラスチックのアンパンマンが入ってるんですよ、その1センチぐらいですよ。でこちらは食パンマン、食パンマンですね。ちょっと可愛いですね。ちゃんとヤナセって書いてるところがすごい、うん、正規のカプセルトイの機械からは出たものではないかもしれませんが、一応カプセルに入ってるんで紹介させてもらいます。さていかがだったでしょうか、長く人気のある作品ですから出てくるんじゃないですか、いろいろとね。はい、今後もアンパンマン追いたいと思います。アンパンチ、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、エモいレトロガチャガチャがあるよという情報、オリジナルのガチャガチャを展開していますよというね、そんなお店がありましたらコメント欄にてよろしくお願いいたします。それではまた次回。